ラテンアメリカタワーはメキシコシティ歴史地区に位置する超高層ビル。中心部に建っていること、高さ、その歴史によってメキシコシティで最も重要なランドマークの一つになっている。極めて地震の多い場所に建てられて成功した世界最初の主要な超高層ビルであるため、国際的にも工学的、建築学的なランドマークとなっている。 マグニチュード8.1の1985年のメキシコ地震でダウンタウンのいくつかの建物が被害を被ったが、ラテンアメリカタワーが無傷だったことは特に注目に値する。1956年に建築されて以来27年間近くにわたってメキシコで最も高い完成した建築物だったが、1982年に完成した214メートルの テメックスタワーにその座を譲った。実際にはそれより10年以上前にオテルデメヒコの方に抜かれていたが、この建物は1994年になるまで完成しなかった。ラテンアメリカタワーの先頭ラテンアメリカタワーをメキシコ発の超高層ビルと思っている人が多いが、実際には1910年から1935年の間にも超高層ビルは建てられていた。 当時最も高いビルは1935年に完成した75メートルの国際投資ビルだった。1952年に建てられた125メートルのミゲルイー・アベドビルはこれより高かったが、1956年にラテンアメリカタワーによって抜かれた。ラテンアメリカタワーは1956年4月30日に開業した。ラテンアメリカタワーが建てられた場所は、 モクテスマ2世の時代には一種の動物園として使われていた。スペインによって植民地化されると、ここにサンフランシスコ修道院が建てられた。その後修道院は解散して建物は没収された。ラテンアメリカタワーは1906年4月30日に設立されたラテンアメリカ保険会社によって建てられた。1940年代後半から1970年代。 前半の戦後の建築ブームの時期に建設が始まり、ビルの名前は保険会社に由来する。建設当時に保険会社はメキシコ財界の拠点であるミゲルエス・マセドが会長であり、当時のメキシコ最大の合弁企業の長であった。保険会社は同じ場所のより小さなビルで営業していたが、超高層ビルの建設のため、 1947年に一時的に隣接するオフィスに引っ越した。1956年にビルが完成すると保険会社はその4階から8階までに移動し残った部分をリースした。完成当時ラテンアメリカタワーは世界で45番目に高いビルであった。同時にラテンアメリカでは最も高いビルでニューヨーク以外のビルでは世界4位だった。 44階の一般展望台はメキシコシティで最も高い位置にあった。1957年の地震の記念版ビルはベラクルス州出身のメキシコ人の工学者レオナルド・ジーベトとアドルフォ・ジーベトの兄弟によって設計された。主要な相談役はネさサン・モーティモア・ニューマークだった。メキシコシティで頻繁に起きる地震と泥の多い土壌組織によって 建物を建てにくい地形だったため、対策として設計には高フレーム構造と深く打たれた杭を必要とした。建設前に多数の土質力学の調査が行われ、それをもとに設計された。このことは現在では常識となっているが、当時としては画期的だった。優れた設計と強度により、 ビルは1957年のマグニチュード7.9の地震に耐え、名声を得た。この功績によってアメリカ港構造協会から巨大な震度にさらされた最も高い建築物として表彰された。それよりずっと大きなマグニチュード8.1の1985年のメキシコ地震では、メキシコシティ、特にラテンアメリカタワーのあるダウンタウンの多数の 建築物が破壊されたが、ラテンアメリカタワーは問題なく地震に耐えたため、メキシコシティにおける安全性の象徴になった。潜在的に危険な場所に位置するにもかかわらず、今日メキシコシティで最も安全なビルの一つと考えられている。展望台ビルは本来の所有者であるラテンアメリカ保険会社とラテンアメリカタワー不動産が共有している。 2002年に44回のうち7回分をメキシコの実業家カルロス・スリムの経営するテルセルとインブルサ銀行が購入した。2006年タワーは50周年を祝った。4月30日に開かれた式典では改築が終わった37回と44回、博物館、デンマーク生まれの建築家パレフロストの設計によって改築された展望台が披露された。 ラテンアメリカターにはラジオフォルムラの2つの FM 局、ジフは FM103.3、ゼトフ FM104.1 の送信センターがある。ありがとうございます。